ストックホルム地下鉄はスウェーデンの首都ストックホルムの地下鉄である。全長1 0 5 7トルの3路線でちょうど100の駅がある。ストックホルム中心部から郊外の住宅地とを結んでおり、あるいは都心内部の移動手段としても利用されている。交通局の統計によると年間の利用者数は2億9700万人に上る。スウェーデンで唯一の地下鉄であり、 世界で三番目に北に位置する地下鉄でもある。十七年にわたる計画、建設の後、一九五0年十月一日に開業した、公営会社であるストールストックホルムズ、ロカールトラフィークによって運営されている。百駅のうち地下駅は四十七駅である。1 9 3三年にはトラム路線として一部トンネル区間が開業し、クリスティンバーグ、アイランドストロゴット、 スラーシン、ブラスト、テラフォンプランハガステンソー村間がこのトラム路線として建設された区間である。1950年10月1日に北欧初の本格的な地下鉄としてスラーシンホークランガン間がトラム路線から地下鉄路線として整備され開業。1951年にはスラーシンシュトゥアバイ間も同じくトラム路線から地下鉄路線として開業。年には ホトロモット駅から西部郊外へ向けての路線が開業。1957年には地下鉄中央駅やガムラスタン駅等の地下鉄システムの骨格となる部分が開通しグローな線となった。1964年にはローダ線が開通。1975年には3番目の路線としてブロー線が開業した。この路線以降新たな路線は建設されていない。また、 1994年のスカーペナック駅の建設を最後に、延伸や新駅の開設は行われていない。路線は、以下のブロー線、ローダ線、グローナ線の3つの路線を持ち、それぞれ色の名前で区別されている。また、いずれの路線も、郊外ではいくつかの支線に分岐するが、系統番号を用いることで利用者や旅行者にも識別しやすいよう工夫されている。 ほとんどの駅の天井や壁に装飾が施され、アートかつユニークに作り上げられており、世界一長い美術館と言われている。一方で、落書きの被害はひどく毎年1億、スウェーデンクローナモの被害が出ている。C20 系車両 C14 型車両現在、延伸計画が3つ計画されている。途中のソフィアで東部の落下セントラムへ向かうルートと、グリーンライングルマーシュプランを経て、 T19 系統ハーグセートラー駅へ向かうルートへ、分岐する。ありがとうございます。